徳川、えー、氏の発祥と成長とか、と勢町、徳まあ勧進町とかが一向一揆というイメージがあるというね。もともとは徳川市郷、考えたら徳川氏号も知らんかったしな、石川県金沢市だったんかなという、御法寺の地とする加賀と地役の有力武士団であって、藤原姓であって、加賀斎藤氏と一流で、大体徳川助をまあ名乗るというですね。鎌倉時代は在京御家人として、えー、活躍しているという。 記述がありますで六原漁師、まあ、六原漁師というのは、軽装の,の朝廷係ですね、あの漁師というのは、えー、あの人建てられるんで、この紛争地にこう乗り込んでいって、まあまあまあ言って仲介したりする、そういうのを漁師と言いますが、その六原の漁師なんかを務める、そういう家柄であったようです、まあ。白山本宮、後のえー、しあのちの白山姫神社、ね、石川県白山市。 平泉清志は私たこのあの最後は平山姫神社の宮司を詰めたんですね白山本宮に守護の大第三として戸橋康崎全物が見られるなどまあ鎌倉時代にこのえにこの頃のえ加賀の守護は北条氏なんですが北条一門は基本的に越前を除く、えー、日本海側全部を抑、えー、え込んだんで、えー、あれですけども まあ、加賀の国の守護の第三をしているなど、まあ、あの加賀を代表する有力な氏族として、鎌倉時代にはもうすでに、ね、名前が知られているということがわかります。あの加賀守護・冨樫氏の登場像で、1335年、足利尊氏が冨樫、えー、之助・高家にあの加賀守護を与えているという記録があり、でもなんか仙台の乱の功績によるらしいと。 で鎌倉幕府の滅亡以前から高氏に、えー、従っていたことがうかがえると。1336年、富樫孝家が、富樫之助とかですね、高家が在国旗艦である、これあの、私も見方何回とも覚えられない,覚えられないで、えー、もう書いておきました、これ書いた方がいいで、もう覚えました、山越氏ですね、山越氏の、えー、上洛を求めたりとか、あるいはか現地で香川の,、えー、あの軍勢採択など、香川仕事としての働きが見られます。 観音の上昏では、この高家の息子の冨樫氏治は一貫して高尾氏方につくなど、冨樫はとりあえず間違ったことはしなかったということが言えます。で、冨樫氏治が若く出身で、冨樫政家が年長のために、冨樫所流の縫香持家が貢献するなどしながら、なんとか冨樫は特に問題なく、ちょんぼもなく、 えー、うまくやっていて、戦争も3 0 0年には正家が幕府に出資。ここのところで、攻略の政変で細川頼行方と目されたんですが、失脚は免れて、この頃大和の国に随分、えーまあ、出兵していったみたいですけども、攻略の政変で失脚を免れて、えー、一旦京都に戻ってきたもののまた大和に派遣されるので、うまくまあやりきったかなと思ったんですけども、ここですね、正家が亡くなって、 守護はあの正家から芝居下に、えー、変わると。でまあ、この頃まだ両国化してないというのは事実であって守護というのは、まあ、この頃はまだ守護は管理役人なのかそれとも家,の家に代々継がれるものなのかというその辺りの微妙なところであってあれですねこの頃は あのトガシマ樫正家から、吉橋さんにかかったら、正家が廃人にしちゃって、若くして死んでしもたら、まあ、守護犬、子供にやらせるわけいかんから、芝居下に行くのもあるよね、という感じにな,っなる。ちょうどその最後はで,ですね、守護が徐々に両国化していくころですね。だから、冨樫から芝市への守護移動の理由は不明であるというふうにされてますけれども、石田さんも言ったように、 まあ、あの柴氏がもともと加賀への希望を持っていたというのは分かりやすい、さらに柴義行が慣例に就任したということで、そうなってくると、そら香川、香川ももともと狙っていた地が、まさ、あ、家が、そら、まあ、まだ若くて死んでしもって、後がちょっと不安やったら帰っちゃえと。芝義ねそれから柴本家の、えー、武衛家の義重。 二人、吉羽、ねえー、三つ谷とあの、まあ、これは一緒で、だから四名、四、えー、代三名、武衛家とそれから大野、芝家が、まあ、あの一時継承すると。で、そのころ、えーえー、二宮市、宇治安田種氏という二宮市が守護代として入国してますが、両国家にはせ成功しないと、富樫の通のあの鎌倉時代。 以前からずっと続いている、えー、この富樫の、まあ、平安時代からずっと続いている富樫の力をなかなか、えー、こういうことができず領解には成功してないであで,すで、細川悠竜樹があの復帰して明徳の乱で内野合戦で当時加賀守であった柴吉重は、えー、参戦して活躍してます。で、まあ芝吉重が加賀守護として、えー、牛の合戦で足利義満方に加勢してるということは この明徳の乱で義満が勝った山田光之は富勝氏もしかして打ちに来ないかなと思ったんですね。えー、結局これは実現せず富勝氏はきっちり幕府方として、えー、参戦しています。1百1 4年、えー、足利義持がぶち切れたんですね。もってのほかの、えー、というふうに持ってのほかと義持がぶち切れてますけども。 三種は、えー、失脚し、冨樫氏が加賀の国に復帰します。で、石田さんはこの冨樫三種が関与するんじゃないかというふうに、えー、見ています。冨樫三種というのは、吉持の側近中の側近ですね。冨樫氏は、芝、三種が、吉持が何だか知らんけど嫌われて、なったことで、えー、まあ、冨樫氏が、えー、加賀の国国主語。ただ、北守護が三種 えー、久寿司という富樫、えー、の主流で,初流ですね。で、南加賀を富樫、えー、光春、富樫の助を名乗ってる富樫、えー、光春。だからこっちが着流で、こっちが所流ですね、三成が。有名な三成ですけども。 三成と三,つや三,三つ原はこうやって2つに分けてるとどうなるのかった、喧嘩しがちというイメージがあります三成は義持長身として、えー、まあ頑張り、彼は徳橋着流を復権させたと、させてやったということが言えますね。えー、三成は一時、徳橋の助なの名りますが、その後、徳橋の助で六位相当なんですね、どうやら。で、その後、加賀の神、兵部のタイプというふうに、関東はガンガン上昇していき、 光晴、えー、は富樫之助を継ぐなどして、これはまあ、だから三成が、えー、この富樫氏の着流である光春に配慮して、自分がこう将軍の側近としてこう、ぐいぐいとあり上げ,げて、光春をちゃんとサポートしてということで、あのー、よくありがちな、えー、将軍側近の諸流が、えー、着流の座を、えー、狙うとか、そういうような感じではどうもなかったりですね、えー、三成は光春のことをちゃんと支えてやりながら、引っ張り上げていってやったと。 いうう感じのようで,すで、す、えー、三成の活躍と失脚。三成はどういう人物かというと、まあ、初流であったこともあって、義満の側室、性質の母と話しつつもありますけれども、義満の側室の下に出資し、それが死んだ後には、義持の金獣やら、義満の金獣、義持の金獣と、義満、義持に最初、使えた後、義満に使え、また義持に使えるなどして、 まあ将軍家の側近として、えーまあ、力を蓄えていったと。で、義持と満載の間の取り次ぎを務めていたのは三成らしいと。この東時八幡宮や第五次が、富、え、樫、ー、三成に頼って幕府に訴訟するなど、吉持のそば、えー、で非常に強い力を蓄えていったのが富樫三成であると。 創、まあ、父寺院の取り継ぎなど、いろんな寺院の取り継ぎなどを務めている様子が見られると。さらに、1 9 1 6年には、戦闘御所、小松上皇の御所が焼け落ちたんで、それが復活、復権、再、えー、高ですね。それの作事奉行を務めるなど、吉井餅にとっては非常にたあの頼りになる人間であることがわかります。で、上杉全宗の乱で、吉津がそれに勝たれたという疑い、まあ、これもよくわからないんですよね。ほんまによくわからないんですが。 まあ、桃崎さんの議論が正しいかな、義継っつうのは何にも,のも知らんねんけども、えー、ちょうど、まあ、この時に消えてもらう方がありがたかったと、誰からも。中途半端なところでね、義継つうのはブンと、ぶあーんしてたわけであって、消されちゃったと。まあ、そういう意味では非常にかわいそうな人間だと思いますけど、義継方の隊、これも多分そうじゃなくてね、富樫光成は義次の側近預かり処刑してます。 さらに、あの吉持は戸橋三成に義継殺害の命令を出します。が、三成も、えー、まあ義継が死んだ後、えー、三成も失脚。ただふた死ぬのは、近日傍若無人と書いてますから、まあ牽制が非常に大きかったことは事実なんです。最後は河内で畑は三成で殺害されたということで、 この石田さんの議論はどっちが言ったら加賀両流騒動の方にウェイトインで、ここのところはちらっと進んでますが、伊藤清さんはここをかなり詳しく突っ込んではって、吉元というのは将軍権力よりも要するに大名の合議を重んじた人間だったうんですけども、伊藤清さんはこの議論で将軍の先制をこう目指した吉本の片腕が富樫なりであって、 これがまあ、義継の時に、あの、あれですね、前なんてものすごいこの吉継を巡ってややこしい話になるんですね。最終的に吉持と、それから戸賀氏光成による将軍先生路線は否定されたという話をってあた。でこれあの もうすぐ、あの、難しい話なんで、石田さんもかもう、スパッと来てありますけども、まあ、これスパッと来て、一番正しいような気もするんですけども、まあ、ごちゃごちゃと言い出すと何もわからないですからね。あの、どう話が言ったら、吉継をなんか尋問した三成とか、吉継の口から次々と、芝吉重とか、細川持元とか、 えー、次々と幕府の要人、畑山み水乗りとか、それ、幕府の要人が実は義とに加担しているという話がうわー出出きて、畑山みつがもうやめ,させやめさせろと、もうあの尋問を辞めろと、えー、いうふうに言うて、次,の次には今度はみつのりが吉経にの、えー、み方したということで、えー、殺されてたという話になっちゃったんですね。 でどちらにしろ義継に味方かかしたんかいやという感じで、よくわからないんですよ、これ。結局、多分吉義経は無関係で、まあ、三成とそれからあの有力守護大名とのなんか綱引きとか、いろいろあったみたいですね。まあ、三成に牽制がかなり集中して、近日傍若夫人と呼ばれた三成が粛清ああされたといあたりが、一番最大公約的に正しいかなと思います。 三成が死んだことによって、富樫総領家が一国守護支配を成立させたと。その下で安定した守護支配が完成したということが言えます。まあ、だからも、三春からすりゃもう、すべてがうまくいったとわけですね。三成によってこう引っ張り上げてもおうてで、その三成は今度は自滅したと。自分一切何もしなくても転がり込んできだったんですね。安定した守護支配が。で、三春から息子の持春にうまく代替わりも成功し。 吉典が室町殿になったときには、冨樫・持春の館に肩たがいをした後に室町幕府、室町時代に入,って入るなど、足利吉典からも引き続き評価されるなど、えー、頼りにされるという意味で、冨樫氏にとっては、この光春、持春にとっては、この三成の事件うのは非常にうまく転がってくれたと、もう三成はさまざまですよね。 義則、えーまあ、はもちろん大が、大はじめに、えー、持春の加賀衆を安堵すると。あ,とあるいは、この持春は、義、え、時、ー、大将、背雅に、畠山持久に柴吉奴らともに、大名一騎打ちで愚弥していると。この時に、ちょっと実は問題が起こってましてね。今回の話は全く無関係なんですけども、畠山持国が大名一騎打ちで愚弥してたんですが、これ、戦闘なんですよ。で、この時本当は戦闘を期待希望したのは一式をしつつらなんですけども。 義則、えー、は義満の右大将を廃虚の時にトップ一番勤めたのは畠山も特にだから、えー、その畠山にトップを任せるようたら石木義貞があのへそ曲げてしもって大騒ぎなことがありますね。畠、えー、山三枝なんとか義則をなだめて、えーまあ、まあ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 と言いましたけどもこの時に持春弟の紀家もぐぶするなどして富樫氏は、えー、持春紀家。 こういった兄弟がよしのりに、つ、え、ろ、ー、って仕えて、さらに、さらに、持春の末程の、後に安高がなる人物ですが、これは満載のもとに貸しとなるなど、富樫にとっては我が家の春ですね。これは、まあ、安高が満載の貸しになったいうたら、ものすごく、なんか追放されたみたいに見えますけども、いやいや、とんでもないですよね。将来、第五次であの満載の側近、萬斎の,の息子、義賢の。 側近候補ですねこれははっきり言うと。富樫氏から、えー、入室したやったら、まあ、義賢義権っていうのは、義教にとっては大いに当たるのか、義持義教にとっては大いに当たる、義満の弟、光明の息子ですから、この義賢の側近候補ですわ。だからまあ、そういう意味では富樫氏っのは、この時にはものすごい、えー、我が家の春を迎えていると。 えー、白山と南禅寺の争いには軍事動員させるの、これはなかなかあの幕府からの信頼を集めてるということはあるんですけども、まあ、白山、あの白山姫神社、白山社は富樫にとっては自分らの氏神だものですから、まあ、結構板挟みだっただろうということを書いてあります。で、1 9 3 3年、持ち歩がなくなりました。弟の利家が次いだですね。で、この利家も引き続き比叡山の首都放棄の警護、まあ、影響三文騒動でしょう。 の三門騒動に動員されるとか、えー、あるいは定政親王の新御所造営、これは戦闘御所を解体して、戦闘御所の隣の敷地に移築させたんですね。この時の奉行、だからあの三成に次いで、今度は富樫紀家が戦闘御所関係に関わっているのは、なかなか面白いですね。さらに大和永の乱への出陣など、紀、え、家、ー、もものすごい大活躍している。ああ、よかったねと。 ところが、1941年、冨樫のりえが失脚。これも上位に高いとよくわかんない。で、冨樫安高が、えー、家督を継承しています。で、この乗りえがの蓄電。これが最後なんですね。また、明さんも乗りえが蓄,蓄電したと。えー、まあ、失脚は蓄電したんですね、えー。まあ、失脚して蓄電したのよ、ね。要するに、いきなり蓄電したと。冨樫は安高を家督継承させたと。 これが最後の決勝者だったというふうになります。その6日後、かけつの乱が起こったんですね。吉野家の、まあ、ど大の噴の枝ね。乗り家は復帰運動を返します。で、それに対して畑山地区には、えが支援して、富樫の家を後押しすると。で、1141年9月以前には、乗り家機関の元織氏が加賀に乱入し、安高の職大流山越氏との合戦が起こるなど、政情不安が起こり始めると。 あののも持ち国が官例就任して、その結果、範家のこの重治が守護に、えー、なり、その結果、安高と範家方との戦いが続く、えー、ので、安高が敗北。それにぶち切れた山郷氏は上洛して、持ち国収益が出てますが、この安高と山郷氏を、えー、支援してた細川持ち方、細川持ち方は細川三州家の人間であって、当時、勝本がまだ若かったんで、勝本の、えー、公共を進めてたのが持ち方です。 だからまあこのバッグについている持ち方がまあやめとけと、今言っても死ぬだけやと言ってやめたんでえおま、あのまああの収益計画はなくなりましたが、これに重子、吉勝吉松の母親ですね、これが朝廷に乗り出して、結局、山越の切腹、それから安高は除名、まあ、山越氏は切腹すね安高除名とかが分割の様子を行っています。 まあ、このけ結果、安高は除名されることになります。ところが、えー、これを収まった方は収まらなくて1942年、茂春が安高を収益します。その後、畑や持ち国が細川津本に関連が変わると、茂春は高鉄になって安田守護。まあ、これもあの、 ものすごく目は極まりない話なんですが、この関東関連もそうなんですけども、畠山から細川への関連の変更と、それに大きなドーンの、えー、手のひら返し、ちゃぶ台返し。これが、畠山持ち国が失脚して、こうなったんだったら、みんなあの納得できると思うんですよね。これちゃうんですよね。持ち国がめんどくさくなって、細川が止めて押しとけた結果、このちゃぶ台返しが起こるんですよね。 山郷氏が加賀入国し、元通りの戦い。山郷氏は敗北、まあ。これにですね、こいつは切腹させられたり、敗北したりして大変ですね。で、幕府はしかし、安高を支援します。芝、まあ、持種、元加賀守護ですね、は、まあ、安高に加勢するなど、し、紀家方は加賀、えー、か,から退却。い、え、や、ー、いやいや、もっぺんやるぞと。乗、え、紀、ー、家方は、えー、幕府は安高を支援し、乗り家が、えー、非常に苦労すると。 いうことになりますでその裏には義政の支持という風,も風文もあってそれにぶち切れた細川勝元とは慣例辞職を表明するなどなかなかややこしくなってしまっていますね。のりえ方を実はあの要するに勝元は安高を支持しているのに義政が裏で足引っ張っとるとまあ義政はもともと宗膳勝元にあまりいい感情を持っていないという気がします。 で、えー、1947年、勝本は結局、重、え、治、ー、と安高の家が、反国主義の折半という案を出します。まあこ、こんなもん、揉めないわけがないで、こんなもん、お互いやってられっかーって喧嘩になったんですが、機内の土域が起こって、持国も勝本ももう、それどころやないということになって、持国も勝本も手引いちゃったために。 結局これ、重治と安高が加賀半国ずつを持つという形に落ち着いてしまうけですね。ところが、えー、事件が起こります。金結の変、えー、続く長六の変、この長六の変の勲功ですね。長六の変の勲功要するに金結の変で失われた三種の神器が長六の変で取り戻,戻されたと。でこの時に三種の神器を取り戻して、 で南朝方の王子を2人殺害した、そういう大きな功績を立てたのが、赤松家の威信であって、その功績として、赤松正則に加賀の北半国衆を与えて、富樫重治を、えー、首にするということが決まります。戸賀春っつうのは家さんですから まあ、管理が細川勝本っつうこともあって、富樫重治をクビにして、浅松松のよしこもっつうのは、これは、まあ、ウィン・ビーンの関係であり、まあ、山名宗善も赤松家を来た与えとけや、これ、あの赤松松の復活に山名宗善反対したという意見もあります私はどうかな、山名宗善からすればこれ、え話しちゃうんかなと、要するにガス抜きになるでしょ、ガス抜きに。 播磨のに、復興こう、たこしたんたんの赤松で、北半国の守護を与えて、なんからもうそっちに行きようと。いうて、あの赤松の士官たちが、加賀に、で、落ち着いてくれたら、それは山名としては、ありがたいですよね。と私は思うんですけども。ただ、守護に任命されたからいで、すぐ、はは、言うという方になるわけないですね。富樫重春と、赤松正則方の合戦が、相次ぐと。 冨安光三33年期法要で、えー、安高と兄の穂白が、えー、執行してるんですが、この穂白通人物は、冨安紀家と見る意見があって、そうすると安高と紀家の間にな手,打ち手打ちいうか和睦が整理しているという見方も成り立つんですけども、この穂白通人物は紀家じゃなくて別なやつじゃないのと、紀家と称号もあるのということもあって、この辺、よくわからない。 1660、えー、年、重治が斜面,、うん、面され、60年、重治が斜面され、鏡賀南半国が、えー、安田川から重治に移譲してます、あのー、戻ってます。まあ、この辺は足利義政が権力を握り始めた頃ですね。で、1164年には安田は隠居し、着流家督を重治の、えー、この正近に譲るということで、十、え、勝、ー、安高もついに、えー、諦めたというところですね。 王人、えー、文明の選んで正近は当初た東軍ですが、えー、正則と対立するやっぱり加賀というのは重要なんですね正近としては加賀の全部を制覇したいと一応東軍の中でもこうやって荒ぶてで加賀の中加賀で、えー、昔が、えー、赤松方の小寺市に敗北するという事件などが起こります。 ただ、正成としても、えー、加賀にめちゃめちゃこだわりないわけですね。同じ東軍の中で、そんな維持、晴れよりも、正成にしてみたら、そんな加賀よりも大事なのが、ハリマを回復しなきゃならないと。山名からハリマを取り返さなきゃならないと。えー、その隙に、富樫正親は、北加賀での守護権を行使するなど、守護権能を行使するなど、えー、着々と、えー、加賀・北半国への進出を進めていくと。 1971年、朝、え、倉、ー、武は東軍入りし、高陰はうち東軍に入ったから、えー、東軍方の徳島正親さん、よろしくと、とか、正親は嫌だというふうに言います。正親だったら、多分それどころないんでしょうね。そんな南半国から越前に兵隊出すぐらいやったら、北半国に行くわと。吉島さん周辺では正親と鋼鉄計画も立てられていますが、これは実行されませんでした。 で赤松はその頃には北加賀からの決定、ほぼ撤退していると、もう北加賀どころではないと。ただ、ただ、だいぶ後ですが、1九9 2年、えー、もうえ加賀の一向一揆も起こっちゃって、山智が死んじゃった後ですけども、正則、えー、が申請して、吉政からの北半国、加賀北半国主合式の安と未業書を獲得しています。だから、赤松家、正則にとっては、 北半国主義のもう中身はええけども、やっぱり北半国主義の名分はキープしておきたいというのがわずかに残ったんでしょうね。まあ、これが多分実は赤松と赤との,、えー、の関係の最後やと思いますけども。1七7 4年、えー、高田門と浄土真宗の先州人の関係の高田門戸と,と。 それから、徳川正親の弟の高知王が、えー、結託して、高田門とバーサス本願寺門との戦いになります。で、これに高知王が、えー、参加した結果、えー、正親はあの本願寺と結託します。で、その結果、えー、正親は守護復帰を、えー、成し遂げるということだけど、だから、当初、本願寺と富樫正親は組んだんですね。 ところが、1470年には、まさちがと本願寺門とは対立これは、まあね、まあね、えー、よくあることですね。宗教勢力、宗教権網の力をこったら力強くなりすぎるんで、えー、今度はそれを抑えにかかると。天文法華の乱とか、山下本願寺とかでもこれは何回も起こってますね。1488年、えー、本願寺門,門流の本末が、 尖閣寺高を守護に衰退し、えー、正千華を、えー、滅ぼすという事件が起こります。これが加賀の一向行きですね。蓮伝乳の十七の実後さんは、加賀一向行きについて、加賀は百姓の虫たる国というふうに、えー、発言したことが、この言葉が有名になりますが、一応、本願寺門とは、尖閣寺高を守護に、えー、衰退しています。で まあ、安高はその後、えー、守護権能を、えー、行使するなど、百姓の持ちたる国っていうのは、大きさではないんですが、ちゃんと守護は存在し、えー、あの守護権も、えー、警察権などの権断権とかそういったものを主、徳橋安高が、えー、行使していると。で、まあ、その下の、えーまあ、本願寺、本願寺連中がかなり深く関わっているのは寺院である。 安1500年頃ままではあ,のあれが見えます年にはまた治家の孫の冨樫種康が継承していると。で、150年には冨樫の塚の塚なるほど、まあ,あの、本願寺門徒のにかなり支え,あの支えられながらも、一応守護としての、えーまあ、そ存在感を発揮したんですけど、1531年、本願寺門徒で内部構想が起こるんですね。 連女の息子たちが喧嘩を始めて、それは協力の桜乱、あるいは大将一揆と言いますけれども、この戸賀下根安は、蓮、えー、吾、蓮、え、吾、ー、の七男の蓮吾らに、えー、組みして戦うと。で、結局、本願寺門徒の主流派に敗北したこの蓮吾は追放されて、破門されて追放されて、まあ、あの彼の関係者、多くが処刑されて、蓮吾も本願寺からあの討伐命令を受けて、えー、堺に言い込んで彼は、 あのかろうじて命だけは助かったんですけども、この冨樫医まも、あ、本願寺から交易の対象になって、彼、え、は、ー、諸国にあの浪人を作れます。で、冨樫種やすらは朝倉市に逃げ、維持に行くで朝倉市の触覚になります。天国7 4年、越前の一向一揆で滅びてしまいます。冨樫やすただという所流は、実はその後も本願寺のもとに残ったね。 で本願寺正仁に代替わりの礼を行っているということは、1936年段階では、本願寺は富樫康忠をおそらく加賀の主語として置いたんだろうと。え彼は京都に上ってあの足利治に対面し、名前を一時変更で富樫康春と改名してます。ただ、えー、子孫はあの織田信長によって滅亡、えー、に追い込まれてしまいましたということで。 戦国時代をなんとか本願寺との関わりで生き残ったものの、まあ、本願寺の内部構想、この協力の桜によって本願寺,門と本願寺はこの一門の地から集なってこれね、蓮如の,の,の一門宗とか、門宗から一門、こういったヒエラルキーがガツっと決まった。 この大谷家ががんと上に上がっていった、そういう景気だとも言われているんでみたいですけども、まだ、ね、ちょっとよく整理できてないんですが、富、ま、樫、あ、はそういう、えー、話でありましたということで、えー、終わりです。これの結論帰ったら、よしのりってひでえなですね。<laughs> <laughs> じゃあ、これ、加賀の国とは富樫の勢力がずっと強いんですね。そういですね、うん、結局芝に行って でもあの芝は富樫を越えられない。赤松が入っても富樫を越えられない。芝はそれでもだいぶ長い間努力したわけですね。何代かにわたって。そうですね。になんか二十何年やったかな二十数年間頑張ったみたいですね。でもそれぐらいの時間ではダメなんですね。うん、ダメなものはダメなんですね。で、吉持が。 芝光谷を失脚させたというのは、これは理由があるんですかまあ、なんか腹だったんでしょう、なんか。<laughs> <laughs> 東樫から芝への,あの、えー、守護士の交代よりは、そ,そんな,おあそうな大層な初大名間の勢力の移動だするともなさそうです。吉本って,て結構気が短いんですよ、気難しくて。 で吉持が芝光種を追い出して富樫を守護に戻した時はこれはすんなりいったいうことですねうんもう収まるべきところに収まったんでしょもうもう元の悲観たちが養蚕おるからで北と南に分けたと言うけどそれもまあ光成さんがうまくやってうまくいってたとうん光春、うん、と三成はまあほんまに うまくいっ,ちゃったあこういうので、ね、こううまくいくのは珍しいったね逆に。でこの時に2つに分かれてったのがあってそのうちの半分を赤松政則が人気を取り返したということで赤松家復活させたるわと、うん、いうことをもらったんですね。うん、でやっぱりこれ富樫の勢力を赤松は組織していかなあかんわけですね自分が。 主護になるとはそうですからねあれ守護になってもなかなか難しいですね。あの山の宗でもハリももうすごく苦労してますからね。赤松の威信たちがやっぱり渋っとるし。だからそれ考えたら、赤松松成が加賀藩国の主護になったっいうのは、山の宗では願っていかんとじゃないかなという気もしますけどね。赤松がマジで加賀へ行ってくれれば。 うるさいやつがいなくなるしと。ああうん。なるほど。これ、ストーゼにとっては悪くないやと思うんですよね。<laughs> 個人の感想ですが。で、結局、赤松は、あれ、応仁の乱の時に、もうこれ、幸いと山田叩いて、リマ取り返そうという方にいっちゃうんですね。もう香が、加賀、ね、なんかにこだわらずに。うん、結局、それ、成功しますからね。 ああ取り返しましたね、今後。うん。うん、有馬見まさかとか全部取り返して、一旦取り返しましたからね。そうすると、もう赤松としては加賀なんかには未練はないわけですね。名目は別にして、うん、実質的にここを経営していこうという気持ちはなくなるので。それはまあ、コスト考えたらね、あの、有馬取ったら別に、加賀にわざわざ遺憾派遣して、困難な。 量計するんやったらもう、リソースを張り間にれた方がいいですよね。で、その後と、富が、が、加賀全部取り戻したのに、その後本願寺が出てくるんね。そうですね。もともと本願寺との関係は悪くなかった。もともと本願寺に、うん、あの加賀に入ったのは、確かあれ、あの、えー、と大乗院、教学からの要請を受けて、蓮にはあれ、北陸にしたんですね、あれ。 もともと越前の国の,あの大乗院の荘園をなんとかしてほしい言われて、で、凶、え、悪、ー、のために本願寺の力を使って、なんとかあの大乗院の取り分を確保しようという、大観的な形で、もともとあれ、越前に入って、それからの関係ですね本願寺が入ってきたからといって、これ、本願寺と富樫がうまくやっていく道はあるんですね。 基本的には本願寺でもやっぱり富樫は使いたい。ここには書いてないですけど、正、ま、近あのあれですね、この頃はあは、近江の六角征伐に付きあって、一生懸命頑張ってたんで、あれもまたまずかったみたいですね。加賀の方にちょっと手を抜いてたということですか。結局、その出編のために金がかかってしゃあないと。 だから黒人とかはチカに不満をこう募らせていったわけですね。チカとしては将軍様にこう近づくことによって、えー、まあ自分の権を上げていこうという、そういう目論みはあったんやけども、それが裏目に出た。加賀の一向一揆で、マサチカ滅亡1488年って結構ね、教科書なんかに大きく出てきますけどね。ううんん出てきます、うん で、なんかそこから百姓を持ちたら国というのは出てきますけど、うん、まあ、またちかはさ八田市に殺されたのは事実だが、富、ま、樫、あ、が滅亡したわけじゃないと。主語の富樫がね、滅亡して、うん、本願寺が主語になったんや、そういうなんか雰囲のノリでありますけど。<で>そうじゃないと。そう,いとそうじゃないと。安宅が主語になっていると。要するに本願寺もやっぱり富樫氏が書いては、 ややっっぱりり支配やりにくかったんですよこの頃まだじゃあこれ安高さんって復活してきたんですかそうなんですよ。で、うん、この安高がこう復活してくるとこの安高さん結局あれですよね吉しがこいつを無理やり尊氏に擁立したためにこんなところまで迷惑かけてるというあと活躍権長いですよねこの人安高1四4 1年に歴史に登場してきてそこから60年間。 歴史に歴史にかかりつけないのは多分亡くなった時には多分70、80ですよね、これ。なんか生きですね。じゃこれ、百姓の持った国というのは、これは表現の誇張なんですかそうですね。誰かが日記に書いたかか。全日の十何の実語の言葉でみたいです。で、その言葉が独り歩きしたいことですかそうですね。で、実態はこれは富樫が死後であの、実際に。 まあ、香川本願寺門徒が急速に増えていたので、まあ、黒人クラ、有力黒人のクラス通貨、要するに香川の国のああのまあ、実験は確かに本願寺門徒たちが握っているよです。要するに有力黒人があの本願寺門徒であったという。で、本願寺の本 基本元の人間は、まあ、連女はこれにはまず反対してたらしいけども、蓮女の子供たちの代にこの辺が書いた方ができて,て、最終的に多分この強力の作乱で、本願寺の、えーまあ、少女関係の力が集まっていったから、この辺りからあれなんでしょうね、百姓を持ってるい本願寺の力が急速に増えてくるのは、やっぱり1930年代なんでしょうね。蓮女自体はあんまり政治に関わるなって。 言ってた、ね、みたいですね。みたいですね。結局これ黒人連合なんですね。そうですね。で黒人連合が信州門徒で団結してると。うん、まあでも家康なんかでも苦労してますもんね、本願寺門徒さんの。そうそう。家 <laughs> 康はうまいこと抑え込んだけど、もっと本願寺門徒の黒人連合が死後よりも強くなっちゃえばと。 半国主語というのもある,あるんですね。将軍が主語半国半国に切ってという、そういうこと数する場合は。半国主語ではあるんかな。あの、文軍主語になるとさすがに文軍主語という言い方はちょっと違うだろうという、最近言われる半国主語はまあありなんでしょうね。主語を分けちゃうという。でパターンとしては、この北四軍と南四軍と、南北半分と南半分の地域点を分けちゃうのと、それから、 あの泉の場合は神主語、下主語を言うても、地域的に分化されただけでなくて、共同統治だったみたいですね。だから、半国主語を言うても、パターンが2つあって、共同統治のパターンと、ばくっと分けちゃうパターンと。いや、と樫していうのは今まで知らんかったから、あなるほど。こういうふうにして、半分に分けて、主語が移動していったのかで分かりました。そうですね。て 結局あんんたや,やらんかってんな <laughs> 戦国大名ではしませんでした。高校の教科書ではとにかく1488年に <laughs> 一個一揆で富樫正親がやられたというそこだけが瞬間的に出てきて、百姓の持ち歩るにだ <laughs>、うん、あいて出てくるんで、あ、主がやられたんや、あいて <laughs>。そうそう。終わってしまうので、うん。そんな単純なものではないと <laughs>。そうですね。